沢雅人さん、はい、現王者といえども1回戦からの登場なんですね。そうですね、スアレス選手はあまり、ね、情報がないんで、こうでもまあ試合映像ちょっと見ると結構振り回してくるタイプなんで、最初注意したいですよね。最初のラウンドですね、まだあまり情報がないんでどういう攻撃が来るかわからないですから。なるほど。まあでも土田さん、これから世界のこういう人たちがどんどんやってくるわけですもんね。そうですね。でもやっぱ郡司選手はもう現役で今もうベルト持ってるわけですから、はい、やっぱ圧倒してほしいですね。フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦の第2試合が始まりました。赤いグローブが現王者でもあります郡司タイト、そして青いグローブがブラジ、失礼、南米アルゼンチンからやってきましたスアレス。インロー、うわー、早速振ってくる。ローキック、また中央取り返してプレッシャーかけ返している郡司。パンチのフェイントからローキック、アッパー、おお、先に左入れた郡司。よく見てます。おー、来た来た、早くもピンチ、現王者。結構振り回してきますからね。そうですね、まさにマサさんおっしゃった1ラウンド、これ出るか。でもチャンピオン出ますよ。左だ、ダウンないか。おー、スッタさん入れ替えしました。うわー、すごい乱打戦。耐えろ、左ガードしてます。膝、いや、マサさん効いてますよね。いや、なんかお互い効いてると思いますね。ちょっとすごいトーナメントですよ、これ。1回戦、いや、すごいですよね。うわ、危ない。ボディ2つ3つ、右飛んできますよ。左フック、土田さん、スアレスもありますね、パンチ。いや、まあ、めちゃくちゃありますね。ボディ左、これは上下の内訳がいいですよね。あ、でも効いたな。また押し返していった。でも左もらう、もらうが前に出る現チャンピオン郡司タイト。ボディストレートから左につなげます。ボディストレート返していく、左フックから右のロー、スアレス、イン、ロー。ちょっとすごいトーナメントになってきました。いや、すごい1ラウンドですね。ワンマッチのような、これで終わりのような。ローキックです。この戦い一夜で頂点が決まります。世界最強が決まります。8人参加のトーナメント、日本はじめ世界4カ国の選手たちがラインナップされました。左フック、マサさんだいぶ慣れてきました、うん、ちょっと郡司が見えてきましたね。なんかこう、うわー、これ打たせながら打つ、どう。もう見て見ないで打ってきますからね、スアレスは。でも土田さん、これ倒してやるって感じ伝わってますね。いや、そうですね。でもやっぱトーナメントですからね、またやっぱりチャンピオンの意地というかプライドがありますよね。そうですね。左ローキックでした、奥足でしたね。また前に出るストレート、ちょっとこう紙一重みたいな怖い部分もあります。ボディーから右のフック、まあ、やっぱ下にボディを振ってからのパンチが結構当たってますよね、スアレスの。まあ、お互い郡司のパンチもそうですけど、これ振ってきますよね。ストレート、それだけでこの1ラウンド残り25秒です。まあ、でも冷静に見てるとやっぱ振ってくるのは、うんうん、パターン見切ればそんなに怖いパンチじゃないんですけどね。なるほど、うん、でも1ラウンドはそれをまず食らってしまいました、はいはい、スアレス左ももかなり赤くなってます。アッパーから右のロー、ね、あそこは最後ローまで返すんですよね、スアレスは、うん、コンビネーションもあるんですね。グアンジもなんかでもだいぶ落ち着いたんじゃないですかね。あ、うん、やっぱりこう最初にちょっといいパンチもらったんで武器になりましたよね、はい、土田さんどうですか。いや、面白かったですね。いい試合ですね。いや、でも郡司選手確かに第2ラウンド落ち着いて多分やっぱね戦略立てていくんでしょうから。そうですよね、はい、でもなんかこう土田さん K1 ネクストじゃないけどリスクをって言ってやろうって感じはありますよね。いや、まあ最初やっぱでもいいのもらっちゃいましたからね。もらっちゃいましたけどね、はい、さあ雅人さん、それだけにこうじゃあ郡司がどう仕留めるって考えてるか。そうですね、まあやっぱり冷静に戦っていった方がいいですよ、うん、冷静に。あ、そうですね、冷静にしっかり見ながらいけばそんなに怖くはないと思うんですけど、まあ、腰は落ちましたけど、ともにダウンは喫していません。ただまあ、本当振ってくるんで一発もらうとは分かんないですよね。そうですよね。いや、まあやっぱりね、1回戦久村修平が目の前でいい試合しましたからね。それそういう感じありますよね、まあ、あると思いますね、やっぱり。さあ、久村修平が火をつけました。 K1 ネクスト、まあ、そんなこうテーマが流れています。武尊、まあ、選手が、まあ、今休養も含めてリングを少し離れているこの間に誰が出てくる。その武尊とザ・マッチの前に拳を合わせたのが郡司タイトでした。さあ、青いグローブがアルゼンチンからのスアレス、赤いグローブが現 K1 のフェザー級王者郡司タイト。
まだ中央取り返してきた。やっぱこの南米系の選手とかってちょっとやっぱパンチの出方とかが普段やってる選手と違うんですよね。なのでこうちょっとやりにくさはあると思いますね。なるほど。ほら、うわ右だ、振ってくる。うわ、よく切られる。ここで効いた。これはノーダウンか。ダウンではないようですが、すぐ仕留めに行きます。またでも軍司の左フック切れてますね。左フックいいんですか。左フックいいですね。これだ、膝。あの左フックがいろんな角度で出ますね。近い間合いです。ここはソアレスもガードはしっかり高くしてますが、ちょっとソアレススピード落ちてきたか。ボディから左ハイキックにつなげた。うわこれが怖い。ちょっとソアレスなんかちょっとパワーなくなってきたような感じしますね。左フックガードもしてますかね。チャンピオンはしてますね。こう体の圧力でこう、うん、うわいいね。これは強烈。いい、ね、もう前に体がくの字になってます。なんとか立つ。アッパーから右のパンチにつなげるが、前蹴りお腹効いたのは気づいています。軍司前蹴りも見せた。ガードを少し下げているが、左フック土田さん、なんとなくこうペース握りましたね。これはいや、いいですね。ちょっとスアレスだいぶ、ね、スピードなくなりましたね。なくなりましたね。まあ軍司もだいぶこう落ち着いても見えてきて、相手のパンチ見えてきましたね。カウンター出せましたね。今右ちょっと今ロールド気味でした。落ち着いてますね。チャンピオン現王者が軍司。軍司からしたらね、もう倒して勝ちたいっていうのがありますからね。そうですね。1回戦の第1試合は久村修平が2ラウンド KO でジャオスアヤを下し、準決勝で待っています。その対戦相手が決まる。軍司対スアレス、もう見えている。止めてほしいな。残りが1分切っています。アッパーから右のストレート、ボディから、うわストレート一つ出してきた。膝効いた、ボディ効いた、うん、お腹効いてます。膝もう一つ、今度はパンチにつなげた。決まってきます、うん、ボディ、うん、残りが40秒。あお腹効いてますね。お腹をかばっています。スアレスパンチのスピードも落ちた。ザーボディ、いい左ボディ、左フックダブルでした。ボディ顔面と膝、うん、これも土屋さん手が完全止まりましたね。そうですね、もう第2ラウンド一方的ですね。でしたね。さあどう仕留めるか。軍司タイト残りが10秒になろうとしています。第2ラウンド3ラウンド制です。左ハイキック、くなくなってんだもう。うわボディ、もうスピードも落ちた。ソアレス、さあ第2ラウンド終了となりました、うん、ここでもマサトさん、この落ち着きはちょっと頼もしいようにも見えます ね。 そうですね。やっぱりもうああやってこう一発一発こう大振りな選手、こう2ラウンドになってあれだけ見切れちゃうと、もう軍司からしたら怖くはないですよね。そうですね、まあ、もうボディも効いてますし、はい、ただね、軍司としてはもう本当にさっきも言いましたけど、フィニッシュまで持っていきたい。そうでしょうね。まあ、土屋さん、はい、あのザ・マッチのね、タケル選手のその最後のエキシビションマッチの相手したのが彼ですもんね。いや、そうですね。あの時もやっぱスピードお互い速くて面白かったですもんね。こう倒そう倒そうと思って、こう軍司近い距離でこう連打するんですけど、うん、もうちょい中間距離くらいから長い強いパンチをバツッと打つと効いてくると思うんですよね。倒そうと思って前にちょっと詰めすぎなんですよね。軍司タイトまだ23歳です。でも軍司選手はそのダメージないですもんね。ないと思いますね、はい、いや足止めてほしいな。さあ最終の第3ラウンドです。左眉尻カットがあります。スアレスです。まあ、ちょっと2ラウンドの終盤は8の巣状態でした。先にジャブが入ります。スピードある。ガードも下げてますね。また上げたか。インロー、ローキック2つ返します。フェイントから左のミドルでした。スアレス、マサトさんおっしゃったり、ちょっとこう誘うような形も必要だと、はい、距離を誘うというかこうね、やっぱね基本のワンツーが大事なんですよ。詰めるばかりでなく、詰めるもやっぱこうジャブとワンツー、うん、やっぱこの基本が結構フック系が多いんですけど、近い距離でそういうのが多いんですけど、ここもそうです。まさにそうですね、まあ本当さっきの久村なんて本当にジャブとワンツー、はい、あれが良かったです、ね、そうでしたね。左フック前には出ていきます。確かにこうまっすぐの攻撃はあまりないです。そうなんですよ。アッパー今出したか、近い距離でこう連打打つっていうあれなんですけど、はい、
それ強い攻撃を当てるっていうんだったらもっと長い攻撃ですよね、うん、左フック長い攻撃。なるほど、ボディストレート、ローキック、頭から入ってきます。アッパーで迎え撃とうというところ、左アッパーから右ストレート、ボディ2つ3つロースピード落ちましたねうー狙ってます。お互い飛んだストレートにつなげます。まあ辻さん、こうなるとなかなか倒しづらいでしょうね。いやそうですね、こう下がっているスワレスです。一つ打つと下がる、しかしコーナーに詰まった、うん、右のストレート一つ出します。ボディから今度は顔面につなげていくフック、見えています。完全にガードを下げてスウェイバック、ワンツーガードの間からついてくる。残りが間もなく1分です。最終第3ラウンド、膝左フック、左ミドルです。ボディ、まあ、王者としてその力を示すためには全試合 KO だと宣言もありました。軍司泰斗、ボディから左フック、左フック、今度は顔面、ボディ、もう戦いは圧倒的です。完全に軍司です。ただまあこうね、我慢して耐えてるって感じですよね、スアレスは。左ハイキック、インド、もう一つの攻撃であとはこう固めます。ガードスワレス、残りが20秒になります。最終第3ラウンド、ボディから右のフック、ボディ2つか、ワーキマン1つ右入りました。残り10秒切ります。ボディダブルです。左ワンツー、膝だ。ここで左ハイキック、ここで試合終了です。軍司泰斗のフェザー級世界最強決定トーナメント1回戦が終了しました。まあ、これ判定で決着つくでしょう。マサトさん、どんな気持ちなんですかね、はい、今軍司泰斗は倒せなかったっていう気持ちでしょうねまあ本当に、まあ、全試合今日で倒すっていうね、倒したいっていうふうに言ってましたからね、はい。ジャッジ箱崎30対28、赤軍司、ジャッジ豊永30対27、赤軍司、ジャッジ梅木30対27、赤軍司。ユナニマスディシジョンです。フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦、 K1 の現王者でもある軍司泰斗がアルゼンチンのスアレスを判定で下し準決勝進出。この瞬間に久村修平対軍司泰斗の準決勝が決定しました。さあ、土屋さん、どうだったでしょうか。そうですね、でも第3ラウンドはもうスアレス選手はもうね、うん、倒れない戦い方というかね、勝つ感じではなかったですもんね、はい。でもその辺ででもやっぱ倒してほしかったですね、やっぱ K-1 チャンピオンとして。なるほど、はい。でもまあ次の試合はもう楽しみですね。そうですね、久村選手と軍司選手はね、これはファンの待っていたカードかもしれません、はい。さあ、その軍司泰斗はドレッシングルームに戻ります。次の準決勝に向けてです。